こんにちは、フラットチャンネルパパです。今日はですね、野々市走っております。野々市の無印良品通過しまして、この信号ですね、この信号を左曲がって走っております。今日はね、いい天気、なかなかこういう天気少ないですもんね。冬場はあったかい、あったかいですね。ということで何食べようかなということで、ちょうどね今11時半ぐらいなので、ちょうどね11時半からオープンするお店が近くにあります。そちら向かっております。左側明倫高校ですね。明倫高校を過ぎるとセブンイレブンがあるので、セブンイレブンのまあほぼ隣、信号の手前左側にあります。はい、見えてきました。今日の目的地こちらでございます。駐車場入ります。到着しました。七屋です。野々市のね、明倫高校の通り沿いにありますセブンイレブンの並びですね。本当に1軒2軒隣ぐらい、信号の手前ですね。店の前に駐車場が6台ほどありますか。こちらでございます。場所は七屋。居酒屋なんですけど、ランチ11時半からやってます。もつ鍋、ローストンカツ、カツ丼、カキフライ、和牛もつ鍋。中入りましょう。お邪魔します。はい、カウンターに着席です。一応メニュー店内にもありますので見ますが、もう食べるもの決まってるんで早速注文しましょう。あ、すいません。そしたらもつ鍋ください。はい、ご飯選べるの？ご飯で。ご飯で。はい。入り口にあったもつ鍋、和牛もつ鍋、たっぷりと脂の乗った和牛小腸のみを使用、あっさりした醤油ベース、こちらにしました。季節限定柚子もつ鍋もやっております。お昼ランチはね、結構種類豊富ですよ。もつ以外にとんかつだとか天ぷらとかお造りなんかも人気あるみたいですね。お昼のねもつ鍋追加メニューというのもあります。ご飯、卵、キムチ、こういうのを追加できますね。店内です。座敷とカウンターとありますよ。そしてカウンターにはね、こういった焼酎なのかな、こういうのも置いてありました。なんて書いてあるんだろうな、この焼酎。ふわっと麦猫、うまいがいね。そして今現在は時短営業中。あ、すいません。はい。来ました、もつ鍋。これで1000円ですよ。でご飯と麺チョイスできたのでご飯にしました。すごいな、この油の乗り。また多いね。そして揚げ物が小鉢ついておりました。すげー。早速いただきましょう。マスク外して、まだね煮えてませんのでしばらく待つんですが、ちょっとねこういうのを触りたくなっちゃいますよね。少し待ちきれない。そうだそうだ、これをできる前に油、これだ、揚げ物だ。これなんだろうな。
あ、これ誰だ、鶏肉だ、鶏肉、うまい。これご飯もツヤツヤ、食べちゃうよね、やっぱり。うまいうまい、ご飯も多いね。と言ってるうちに煮えてきました。いい感じになってきました。もう少しかな。うまそう、本当に。これ油が乗ってうまそう。そろそろどうだろう、具沢山。これね、1000円 すごいですよね。このもつがね、この油が乗っててね、すごいよ、うまそう。プルンプルン、お肌プルンプルンなりそう。食べよう。これね、本当に柔らかくて臭みが全くないんですよ。で、この醤油ベースの醤油味がね、マッチしてます。これ1000円ってすごいお得だなと思って。キャベツもいい感じですね。ニラもごまがたっぷり。この油がすごい乗ってます。うまそう。これこれこれですよ。いや、ほんとうまい。もうこれ1000円って安すぎるんじゃないかなと個人的には思いますね。ほんとに美味しい。プルンプルン。このもつほんとにね、何個入ってるんだろうな。十何個入ってたな。すごい食べ応えがあるね。すごいでしょ。今でも 1,2,3 個すくいましたし、本当にすごいよ。これまずね、具をちょっと出してね、いい感じ。これ食べて次のお楽しみしたいんで、ちょっと中身食べましょう。取り出して、せっかくご飯これだけ残してるんですからね。もつを少しだけ残しました。ドボン大作戦いきます。ナイスドボーン。ね、ちょうどいいですよね。少しご飯を食べたぐらいがちょうどいい感じに残っております。あ、いい色してる。一つもつ戻して。あ、いい感じいい感じ。食べましょうかね。これいいでしょう。もうこれね、全部水分お米が吸って美味しそうですよ。これもつもあって、鶏もつということで、牛もつですけどね。いや、これほんとうまい。これね、ごまがたっぷりで、ごまの食感とお米とこの醤油ベース、ごまがすごいですよ。これプチ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 たっぷりなんで、もうこれはご満足。
はい、ということでもう最後の最後全部完食でございます。いや、うまい。はい、完食です。ごちそうさま。ふう、熱かった、うまかった。鍋の後の水がうまいね、最高。マスクしてですね、帰りましょうか。こちらのお店はね、 GoTo イート券使えます。もつ鍋のセットが1000円ですから、500円券2枚、ジャストですね、1000円ジャスト。じゃあ帰ろうか、タイさん。あ、すいません、これでお願いします。ちょうどです。はい、はい、ごちそうさま、ありがとう。ということで今回は野々市にある七屋、こちらでもつ鍋食べました。1000円ですごかったですね。たっぷり油の乗ったもつ鍋、美味しかったです。でもつ鍋以外にもね、とんかつだとか天ぷらだとかお作りあります。ぜひぜひ皆さん寄ってみてください。じゃあね、バイバイ。